だ。どうしたの？私はおじさんに誘拐してもらったの。レンヤも私が誘拐するように頼んだのよ。こうやってすればそのうちお母さんが気づいてくれるでしょ。そうしたらお母さんだって私を見てくれるようになるに決まってる。Thank you.
どこに行くんだい？お姉ちゃんが心配するよ。おとなしくしときなさい。おじさんは私の言うことを何でも聞いてくれるの。お母さんが私のことを見るようになるまで、蓮也は余計なことしないで。蓮也、カレー作ってるから手伝って。ありがとう。上手に野菜切れてたね。誰か来たみたい。蓮也出てきて。警察です。ご迷惑をおかけしてすみませんでした。いえいえ、二人ともきっと怖い思いをしたと思いますので、気にかけてあげてください。特に怪我などはなくてよかったです。二人とも帰るわよ。まあね、お母さんが来てくれたからね。おお、なんであんたたちはそうやって私の邪魔ばっかりするのよ。警察に呼び出されるなんて初めてよ。ああ、恥かいた。私だって暇じゃないんだから。どうでもいいあんたたちのために、なんで私がこんなことしなきゃいけないのよ。二度と私の手間を煩わせないで。
いいですか。ご迷惑をおかけしてすみませんでした。いえいえ、二人ともきっと怖い思いをしたと思います。特に怪我などはなくてよかったです。二人とも帰るわよ。まあね、お母さんが来てくれたからね。おお、なんであんたたちはそうやって私の邪魔ばっかりするのよ。警察に呼び出されるなんて初めて。ああ、恥かいた。私だって暇じゃないんだから。どうでもいいあんたたちのためになんで私がこんなことしなきゃ。二度と私の手間を煩わせないで。なんで？
お帰りなさい。学校どうだった？あの時はいろいろあったね。でもこの暮らし楽しいよね。レンヤはお母さんのこと怖がってたしね。私がこの子たちを見ますので連れて帰ります。私はこの子たちの母親なので。さきこ、レンヤ、行くわよ。あんたたちどうしてこうなったわけ？どこにいたのよ？ねえ、サキコ、答えな。あ、おじさんの家。私が頼んで誘拐してもらったの。あ？誘拐？なんてことしてくれてんのよ。そのおじさん何なのよ。お母さん、違うの。うるさい！サキコは黙ってなさい。私の子供を誘拐して私に迷惑をかけるなんて、いい度胸してるじゃない。他人の家庭事情に首突っ込むなっての。この子たちは二人で生きていけるってのに、余計なことしやがって。このままじゃ気が収まらない。ちょっと、あんたが誘拐犯ね。こっち向きなさいよ。私の子供をよくも誘拐しやがって。子供を何だと思ってるの？あんたがどうこうしていい子じゃないんだよ。この子たちは私のものなの。母親である私だけがこの子たちを好きにしていいの。子供は親の言うことだけただ聞いてればいいの。子供にとっての幸せはただそれだけ。あんたには分かんないでしょうがね。ねえ、聞いてんの？ねえ！歯がゆさを静かに解き放つ。
深く深く染み